よし、続けていきます。第130話、11番目の船。マザーシップナンバーイレブンが再び停止、新たな護衛部隊と合流したようです。ですが、我々の援軍も到着、空軍の支援もあります。さらにナンバーイレブンを孤立させるための陽動作戦が各地で始まりました。この戦争の分岐点、最も重要な作戦です。投入できる全戦力でマザーシップナンバーイレブンを攻撃します。ナンバーイレブンが逃げないということは、それだけの戦闘力があるということでしょう。勝てる保証はありません。それでも我々は人類の存亡をかけた戦いの最前線にいるのだということを忘れないでください。なんか前の世界戦からだいぶ変わったね。まあ、前は、あれやよね。核攻撃月に受けて、これ、陽動作戦。これを受けて、月におる場合じゃねえ、つって、ここまで来たってことやよね。で、また、ね、全世界で陽動作戦が始まって、これをガチで落としに行くと。今回これ落としたことで、未来に行く感じかな。もう、こういうタイミングやよね、いつも。おっきめなボス倒したら3年後飛ぶっていう感じで。で、フェイさんで行きます。前回ちょっと苦渋を舐めたので。いや、行けんことなかったな、今思えば。頑張れば行けとったはず。結局似たような装備のレンジャーで行ったしね。なんならこっちは盾もあるし、若干機動力あるぐらいなんですよね、レンジャーの方が。うん、じゃあ行きましょうか。しっかり盾持って、近い敵はハンドガトリング、遠い敵はガリア銃キャノンで落とします。火力もこっちの方があるしね。にしてもなんでレンジャーの方が強いんだろう一応スケルトン、これあんま意味ないかな。フーリガン、フーリガン、何それ。あ、落とせるやつか。え、だいぶ楽では。にしてもグリムリーパー普通にすごい楽なんですけど。ニクスコンバットフレームか。全然グリムリーパー生きとったやんね。でもすごいみんな元気やな。まあこの装備ならイカぐらいなら楽勝なので、軍曹もしっかりおる。右奥に味方を、あ、いやもうやってんのか、真下で。結構青い点いっぱいある。アルカニクス隊、まあさっさと爆撃機。あ、なんか赤くなっとる。え、すさまじく楽なんやけど。俺の仕事ある？ガリアチューズ遊んどるか。レールガンもおる。じゃあこれを当ててやろう。はい、当たった。盾も行ってないこいつ。うん、え、なんか普通に当たるこいつ。責任持ってこいつはやる。おうおう、やれるけど、やれるけどもじゃなくて、砲台やったら簡単にやれるけども。やった。砲台は、あ、砲台内径。じゃあさっさと、いや味方えぐいって。あ、エイリアさんおる。今さらこの手のグレーが来たとって、いやめっちゃおるじゃあ俺こっちやろう。責任持ってこれ全部やる。ガトリングワンマガジンでどんだけやれるか。2体ぐらいはいけるんじゃない。にしても綺麗に普通に並んどるな、一直線に。いけ。裸なった途端死んだな。うんうんうん、盾もいい感じで仕事しとる。いた。え、また帰る。え、また帰るは。前回もそうだったよ。いいところでなんか帰っていくというか。何、え、マジでどっか行く。マジでどっか行くよ。お疲れいや何これ、サイレンでも来る。めっちゃ攻撃するやん。サイレンでも来るこれ。おかしいぞ。
え、何この時間。え、うわ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 、本気モードだ。なんだこれは。うわあ、5でやったやつか。いや、この装備は正解かも。これ知らんかったからめっちゃ苦戦したからね。で、え、なんかモヤモヤしとるやつやればいい感じかな。やべ、届かん。ワンパンじゃないガリアジ。あ、ワンパンだ。ナンバーイレブンは他の技シップとは違う。次にしよう。最強の戦艦だ。あれ、あ、時間差で奥行く。やはり司令戦と考えて間違いないでしょう。またモヤモヤし、ああ、あれっすね。ただあれをやる前にこういうのやっといた方がいいのよ。これが宇宙の卵。あ、卵型宇宙船です。懐かしいこれ。5の、あ、全く一緒かな。5の107話ぐらいじゃないかな。え、108話かな。ラスト1個前か。ラスト1個前だわ。順調に。ハンデ届くとか、ハンデで、まあ、届いてねえもんな、もうこの距離で。あのモヤモヤはちょっと、まあ味方も今結構いてるから。いや、味方結構おるな今回。もう行こうかな。モヤ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 鳴ってるとこ。いや、そんなわけないやろ。あ、このこれか、シールドのあれか。俺はこれを行くぜ。これね。あれ、うわ、当たってね。当たって、え、まずこれを減らすの大事マジで。クソ、シールドを破らない限り勝ち目はない。で、あのモヤモヤのヒントくれる感じかな。これ見てください。ほう、これはほう、高エネルギーを発する砲台を確認しました。あのモヤモヤのやつね。おそらくシールド発生装置だと思われます。まあただこれを買っとくのマジで大事大事。あ、来た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 。クラーケンが接近。は？あ、入った。入ったよ。あ、落ちた落ちた落ちた。落ちたけどまだある？あ、まだあるんか。クラーケン。あ、村西ブロックおる。これはすぐやろ。どこクラーケン？クラーケンを確認。どこどこ？どこ？あ、おる。あっけーの。これ入るかな？いや、遠いわ。ああ、ダメ、早っ。中央の物体が本体でしょう。このガリア銃なんか遅いな。あ、これ、これはハンドか。あの砲台を見ろ、すごい武装だ。何あのモヤモヤのやつ。これダメ？え、そんな短いん？特殊な砲台があります。ちょっと待って、忙しい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 。ちょっとモヤモヤのやつ落とした方がいい。いや、クラーケンすごくなっとる。いや、これクラーケンやった方がいいか。はい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 、分かっとるけどなかなか大変なことなっとるぞ。え、結構動いてない。そしてやばい、いや味方かなりすごいね本当に。過去一ぐらいの味方がおる。クラーケン任していいんか。あ、来た来た来た。誰？あ、ガードしやがってクラーケン。ちょっと先を見て。あ、いた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 。あ、いた。行ったっしょ。で、まだあるんかい。これこれこれ。これこれこれ。早く打って。これ入る。2回ぐらい当てたら行くか。あー、弾速遅いガリア。これちょっとタワーブレとくか。イカとタワーブレといって、おお、すごい楽勝に倒せとる。なんか守ってる感じがするね、マザーシップを。
みんなのマザーシップってことか。クルール完全にクビになって、うーん、なに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 、青いかのやつか、あ、これと、やばい、近づきすぎた、ここだ、モヤモヤのやつ、あ、マジで、やって、イカ邪魔やな、イカ先やっとくか、この後も続くからね、各やらないと、結構おるな、まだ、あ、すごい、見え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 、青い、赤いのも来た、もう見えてた、もう3分の2見えてないもん、捕らえた、やったか、イカをやろう、まだおる、結構食らってる、やったやったやった、ちょっと回復したいかな、回復出てないっすか、回復ちっちゃいのしかねえな、レーダー見る限りだいぶスッキリした感じがするけど、さあそろそろやるか、どこだ、ん、どこだ、お、貫通したあ、来た来た来た、これこれ、いた、いた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 、もういったんじゃない、シールドが消えたぞ、で、核が来る、必ず弱点があるはずだ、やべやべ、まだ周りの、あー、いや、だからそう、壊しといた方がいいのよ、マザーシップがレーザー砲台を起動、あ、どれのこと、これのこと、いやでも味方すごいから、おお、あれなんか静かや、これ倒せばいい、いや、ちょちょちょ、見えてないんやって、本当にガッツリじゃ見えない、これやれってこと、真ん中の赤いの顔覗かんけど、順調に落とせて、村にしたやつやめて欲しいな、あ、来た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 、巨大砲台が起動、来た来た来た、ちょっと前行こう、回復ちょっとしたいかな、嫌な嫌なっす、攻撃が来るぞ、ああ真下から離れろ、やっかやっかやっか、これやれってことやろ、届かず、うわうわ、なんかもう巨大砲台がある限り、マザーシップ当たってる当たってる当たってる、巨大砲台を破壊しろ、これのことやよね、なんかしっかりかばってくるな、周りのブロック、ただ味方かなり生きとる、自動と、あー、うっせーな、あの村西のやつ、村西ブロック、これやってたら勝ちか、前ナンバー6とかやった、行ったかこれ、巨大砲台を破壊しました、まだか、あ、来た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 よ、来た来た来た、うん、入ってる入ってる、クラーケンが接近中、俺もこれメインでやればいいよね、早くリロード、よし、マザーシップ中央部に接近し、はい、装甲に守られていない部分がある、これやよね、だいぶガリガリになったな、来とる来とる、赤いの来とる、赤いの来とる、プロテウスが到着した、お、あ、しまった、リロードかましといて、真下まで行くか、あ、もう煙出とるやん、盾構えながら、いやこれはフェイサーじゃないとできんぞこの動き、背中だけ気をつけろ、ちょっと回復、お、ライフかなこれ、違う、マーチか飛行生物が次々と出てきた、ちょっと眩しすぎるって、パニック状態だ、早く沈む船から逃げ出し、赤赤赤赤赤、やべ、もうこれはもう強引に行くしかないっしょ、行けます、このまま、それしかない
それしかない。マザーシップ大破、大破ってもう大破って終わったあれじゃないの。あ、次のオープンか。いやちょっと守って味方、いやかなり来てる。自分の身は自分で守るか。うわめっちゃ来てる。次悪魔で回復出てくれんかな。常にうわだだだだ見えんのやってマジで。木も邪魔、後ろの当たってないかこれ。赤いた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 、いや決めよう。いったいったやろ、いったやろ、勝ったやろ。3年後やろすぐめたいこと。あ落ちた、ちょっと登ろう。いった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 、もう勝ちやろ、やったぞ勝ちやろ。お司令官が喜ぶ全世界に勝利を報告。なかなかのボリュームでやったぞって聞くのは初めてかもね。司令中佐も嬉しそう。しゃ前回にしてセリー撃沈セリー、うんレーダーから赤い点消えた。一回全部あなんかこと切れたように。これ銀の人来るかな、あれはなんだ、ひ人だってこんな日がこんな日が来るなんて。5はまだ1あと、うわフェードアウトしていく。いや普通ならこれでクリアなんやけどねマザーシップナンバーイレブンの撃沈成功。それでもプライマーは戦い続けた。ま帰ってよ、死を恐れていないかのように。銀の人出てこんね、3年後もう面白くなってきたこのワード。よし、じゃあ最新スキンも白とピンクにしていこうかな。